またカード？それもメモのデータから作ったものだ。使えばさっきのように幻が現れる。でも今度は友達じゃない。島を出たばかりの今のお前が、まだ会ったこともない相手だ。いいことを教えてやる。これから出会う相手には、どんなにひどいことをしてもいい。え？現れるのは、お前の記憶にない見知らぬ人物。しかもデータから作られた幻だ。幻だから、現実に気づくこともない。彼らの目には、この忘却の城が、自分たちの生まれ育った世界のように見えているんだ。真実とは程遠い、不完全な幻。現実には存在しない存在。それが彼らだ。まともに相手をする必要はないさ。たとえ相手を悲しませても、その記憶もすぐに消える。心を持たないお前は痛みを感じない。そんなことない。なんだと？これから誰に会うか知らないけど、ひどいことなんてするもんか。もし悲しませたらきっと後悔する。その後で記憶がなくなっても、多分後悔の気持ちだけは残って、きっとそれが心が痛むってことなんだ。そんなの嫌だからな。記憶もないのに痛みだけ残るなんて絶対辛いよ。痛みを理解し始めたな。え？何なんだよあいつ。このカードを使えば記憶にない人に会えるのか。ちょっと不安だけど楽しみだな。あの黒コートのやつは誰と会ったか記憶をなくすって言ってたけど、本当か？ダメだ、何も覚えてない。あれ、なんだろうこの感じ。あ、そっか、俺寂しいんだ。寂しいから胸が、心が痛いんだな。待てよ、もし相手のことを全部忘れてたら寂しい気持ちにはならないよな。ってことはちょっとは記憶があるんだ。記憶が消えても気持ちは残ってる。きっかけがあれば全部思い出せそうだな。よーし、行くぞ。さあ、ソラ、誰と会ったか思い出せるか。聞かなくたってわかるだろ。忘れちゃって思い出せないよ。意外と落ち着いてるな。どうでもいい相手だったから、忘れても気にならないんだな。その逆だよ。お前の言う通り、誰と会ったか記憶がないけど、感じてる。思い出せなくて悔しいとか、忘れてしまって寂しいとか、そういう気持ちがあるせいで心が痛むんだ。記憶が消えても気持ちは残る。
そんな気持ちが心の痛みになる。この痛みがきっと鍵になる。いつか痛みがきっかけになって全部思い出せるさ。計画通りだな。記憶を失い、誰と会ったかも思い出せない悲しみ。そんな思いが心の痛みを。けれど心の痛みを捨てなければ、失った記憶がいつか帰ってくる。そう信じているんだな、ソロ。ああ。何がおかしい？お前が簡単に引っかかるからさ。え？最初に言っただろ。ここは手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる場所だってな。お前はここで記憶を失い、代わりに痛みを手に入れた。心の痛みが記憶を取り戻す鍵だと思い込んで、痛みを捨てられなくなった。わかるか、ソラ。お前は痛みに取り憑かれたんだ。痛みは決して癒されない。これからどんどん膨れ上がって、お前の心は闇に落ちるぞ。まさか、最初から俺を闇に引き込むつもりで？データから作った幻の人物と合わせて、お前の心に痛みを引き起こす。そういう計画さ。なんだって？今ならまだ逃げられる。え？痛みを捨てれば助かるんだ。思い出せない相手のことなんてどうでもいいと割り切ればいい。そうすればもう寂しさも感じなくなる。お前の心の痛みは消える。ソラ、二つに一つだ。思い出せない記憶にこだわり、痛みにとらわれて、最後には闇へ落ちるか、それとも忘れたことなんて気にしないで楽になるか。お前はどっちを選ぶんだ？待て！どうすればいいんだ？このカードを使えば誰かに会って、そして忘れて、思い出せないから寂しくなって、心が痛くなって、最後には痛みに取り憑かれて闇に落ちてしまう。他に出口なんてないよな。カードを使って進むしかない。助かるには痛みを捨てればいいのか。カードの部屋から出たら何が起きたかも誰と会ったかも思い出せなくなる。でも忘れたことを気にして悲しく思うと、そんな痛みにとらわれてしまって、俺の心はいつか闇に落ちる。俺どうしたらいいんだ？ソラ、聞こえるかい？ソラ！あ、その声はミッキーだよな。どこにいるんだ？ごめん、実はまだ君のところへ向かっている途中だから、
声を届けるのが精一杯なんだ。そっか。なあミキ、俺迷ってるんだ。あの黒コートのやつの話だと、思い出せないことにいつまでもこだわってると心の痛みが膨れ上がって危ないらしいんだ。分かったよ。それなら思い出せないことはみんな捨ててしまうかい？誰なんだ？そう、君の記憶に彼らはいないけれど、君が覚えていなくても彼らにとって君は友達なんだ。そう、僕たちとソラは一緒に冒険したんだ。ソラには僕たちが分からなくても、僕たちはソラのこと大切に思ってるよ。どういうこと？君の心に尋ねてごらん。君は今どう感じている？なんだろう、この感じ。思い出せないのに、会ったこともないはずなのに、あったかくて懐かしい。記憶は消えても気持ちは消えない。君のデータはリセットされても、このジミニーメモの世界で一緒に頑張った友達への思いが心のどこかに残ってるんだと思う。それと同じように、カードの部屋で出会った人たちのこともきっと君の心に残っているよ。心に残ってるのに思い出せないから辛くなって痛みを感じるのかな。ということは、あれ？いけない、ちょっと力を使いすぎたみたいだ。ソラ、僕は必ず君のところに行く。それまであと少しだけ頑張って。ミキ、これでまた一人か。寂しくなっちゃったな。あ、こういうのも心の痛みかな。こんな痛みがいつか俺を闇に引き込むのか。もう進むしかないな。残ったカードはあと1枚か。